さあ、山の最大寺駅に、で撮影させていただきました。この電車は観光特急の青仁吉、特急青仁吉です。青仁吉は大阪難波から近鉄奈良を経て京都までを走る列車です。で、大阪難波を出発し大和西大寺に到着、そして近鉄奈良へ向けて出発をしていきました。そして、その後、奈良から折り返して大和西大寺へ到着した特急青仁吉。2022年の3月にデビューした新型特急です。まあ新型特急といいましてもね、古い車両12200系を改造して新しく作った列車です。これから京都へ向けて出発です。大和西大寺を出ると2つの路線が分岐しています。まっすぐ行くのが奈良線、奥ね、近鉄京都線が右へとカーブしていきます。そして近鉄京都線側からやってきたこの列車は3200系です。さあ、そしてホームに入ってくるかと思いきや止まってしまいました。さあ、京都市営地下鉄の10系大和西大寺を出発して新大宮、奈良へと走っていきます。そしてここでも枝分かれしまして、今10系が行くのが奈良線、そして右にちょっとそれているのが橿原線です。画面変わりまして、今度は阪神の尼崎駅です。ここに止まっているこの列車、山陽の5000系です。大阪梅田と山陽姫路を直通運転しています。直通運転している直通特急として活躍中。さらに画面変わりまして、ここは大阪環状線の鶴橋です。大阪環状線の鶴橋駅に止まっているこの列車は、大阪環状線の主力車両323系のユニバーサルシティカラーの車両です、ね、マリオカートのラッピングがあしらわれました。最高スピードは100キロ。2014年に、デビューした新型車両323系は201系や103系を置き換えるために製造されました。